はい、こんにちは。オンゼゴールキーパーコーチの野上です。これから正面キャッチの基本をやります。オーバーハンドのキャッチの仕方。はい。止めて。はい、ストップ。はい、正面でキャッチするときは、親指は必ず開く。こういう形で取りましょう。はい、じゃあもう一回やってみよう。まずもう少し手を広げる。それから脇を絞る。この形でやってください。キャッチするときにこうなったりこうなったりしない。はい、それでは正面キャッチ。何回かやってみます。取るときは肘を広げない。 しっかりと正しい形を覚えましょう。はい、いくよ。はい、肘は持ってます。そう、そう、はい、何回かやってみよう。はい、はい、あった。はい、あ、素晴らしい。はい、はい、ラスト。 OK。 はい、以上で正面キャッチ終わります。